国母、コメント。ソフトバンクは悪夢の4連敗。4年ぶりの日本一を逃した。国母監督は雨降って流れ変わるかと思ったが、うまくいかなかった。敗戦の責任は全部僕にあるんで、選手はよくやったですね、と語り、シリーズ通して横浜の打線の厚み、つながり、最後まで感じるシリーズでしたね、と相手を称えるしかなかった。よくやったです。パリーグとは何だったのか。貯金42って？お祭り男を作れなかったソフトバンク。向こうは桑原がラッキーボーイになり打線を引っ張りましたよね。短期決戦の難しさを問われると、難しさというか、何をしたプレーというのはなかったが、今日まで流れが来なかった、と振り返った。ようやく、ホークスにはラッキーボーイがいなかった。どういう風に責任感じてるか教えてください、そこが重要なんです。最後拍手はしてたけど相当みんなイライラしてたな。ブルペンの管理はちゃんとできてたのかな。スチュワート放棄だし満塁ルーキーで頭抱えたわ。ヘルナンデスもったいねー。葬式みたいなムードのベンチをなんとかせんと無理や。アツオみたいなやついないと生き返し沈むと終わりやね。駆動ってすごかったんだな。指笛と村上のせいやろ。指笛したやつ今何してんの。なぜ笑わないんだい。もっと課金しろよ。